ばいやばいやばい、ガラクタ屋敷だ。昨日の地震の影響？そう。壊れたのかな、エレベーター。階段で行くしかないけど、エレベーター壊れたか。もし壊れたとなると今日の搬入がちょっと半ベースをかきながらやらないといけないかもしれない。そしてエレベーターは何階にあるんだろう。ガチで停電は起きてないもんな。うそー。おー、綺麗綺麗でございます、空が。現在時刻が多分5時20分ぐらいです。めちゃくちゃ朝早い時間に散歩に出てきてます。久々だな、早朝散歩。やっぱり気持ちいい。というのもね、まあ気持ちいいは気持ちいいんですが、 100% 気持ちいいわけではなく、今日は寝てないんです。寝てないんですよ。あのですね、ちょっとね、今日今17日なんですけど、明日18日にね、引っ越しをする予定で、あの荷造りとかをね、昨日16日に、小物とか服とかそういうのを荷造って、で今日はベッドとデスクを、片付けるだけ。そして夕方に、それらを全部車に積み込むというような感じでやろうと思ったんですが、まあ昨日全然ね、荷造りできなかったんですよ、一つも。それもまあ完全な言い訳なのかもしれないですけど、まあ、結構起きるの自体もなんかもう本当に昼ぐらい起きちゃって、完全に自分が悪いんですけど、で友達と遊んで夕方帰ってきて、夕方親戚が来て一緒にコーヒー飲んで、で夕飯食べてなんやかんやしてたら、あの大地震が来て、それで1時2時ぐらいまで家族と一緒に騒いでて、余震来るかもとか言ってて、やっと落ち着いたところで、もうそしたらね、編集、その Vlog の編集がまだ終わってなかったんで、それを急ピッチでやって、3時ぐらいから荷造り始めたんです。で今だから2時間ちょっとやってたのかな。今5時20分、だから2時間ちょっとぐらい荷造りをやってました。でも2時間で終わるもんなんだなってびっくりしましたよ。もっと半日かかるかと思いましたけど、服と小物、まああれですね、ベッドとデスク以外の場所のものを箱に全部詰めました。2時間ぐらいでね、終わったんでね、意外と時間かからなくてよかったです。大きな箱4箱と、に一応まとめましたね。あの家族が、あの祖母の家、祖父母の家を引っ越した時に取っといてくれた引っ越しの境の段ボールとか、あと結構デカめのアマゾンの段ボールとかあったんで、それらを使ったら、それらの段ボールがかなり大容量すぎて4箱で収まったと、そのような感じです。まあということで今日は寝ないで散歩。もうあの昨日起きてからずっと、寝ないで、昨日多分11時ぐらいに起きたら18時間ぐらいになってるのかな。はい、まあ徹夜してしまいました。
いや、もう本当にね、でも徹夜はもう本当に覚悟の上でやらないといけないですよ。今までの経験で、いろいろね、忙しい時とか、あとアップルイベント見てた時とか徹夜してたんですけど、本当に体調優れないんでね、本当に徹夜っていうのはね、覚悟の上でやるものです。なんか一部で徹夜するとかっこいいみたいな、そういうのありますけど、徹夜マイナスな方しかないですからね、本当に何一つかっこよくないですから、できるだけやめたいところです。さて本日は18年間住んだ会津にいる最後の日になります。なんでね、まあせっかくなんで早く起きて散歩をしようということで、早く起きてってか早く外に出て、寝てないけど早く外に出て散歩しようということで出てきてます。せっかくなんで思い出のあるいつもの散歩のコース、競歩とか言わないで普通のペースで歩いてます。朝日を見ながらね、はい。いやすごい明るくなってきたね。一気に明るくなりましたよ本当にね。なんかちょっと明るくなり始めた頃に散歩に行こうと思って、ずっと窓開けてたんですけど、なんか結構撮影してたこともあって、強い照明焚いててガラス反射してて分かんなくて、日の出の時間を見たら日の出30分前だったんで、電気消したら結構明るかったというような感じで、出てきたら今一気に明るくなっているところです。いや気持ちいいな、やっぱりこの時間。本当はね、なんか暗いところから散歩してなんか明るくなるみたいな、そういう時間にも散歩してみたかったですが、まあいいでしょう。多分この時間に歩ってれば帰る頃には朝日が見れると思います。気温、ちょっと待って、アプローチ起動してくれ。よいしょ。6度です。アプローチ、全然守ってない、睡眠トラッキングじゃなくて睡眠モードみたいなのあるじゃないですか。それ11時6時で設定してて全然守ってないんですけど、アプローチか。だから11時6時の間はロックされるっていう、デジタルクラウンを回さないといけないみたいな、そういうのがねあるんですが、なんかねあるらしいですね。睡眠の時間に関してもなんかあるらしいですよね。何時間ぐらい寝ればいいのかなって一回調べたことあるんですけれども、7時間がベストらしいんですよ。7時間、なんかネットで出てきて結構ね有名らしいんですけど、アメリカで行われたなんか検査で1時間単位で寝てる人のその死亡率みたいな、のをグラフにしたやつがあったんですよ。そしたら7時間のところがぐっとなんかその6時間と8時間の人、睡眠時間が6時間と8時間の人がまあ、よりもこうぐっと死亡率が下がってたっていう。な、一概に死亡率って言ってもねちょっとなんかあれですけれども、まあ7時間が一番長寿な人の寝てる時間でよいなみたいな、多分データなんですかね。本当に6時間と8時間睡眠の人の死亡率なんか同等ぐらいだったんですが、7時間だけぐっと少なかったと。だから人間はもう7時間がベストだよみたいなデータがあって、で結構自分朝早く起きたい派なんでと言いながら昼に起きてますが、朝早く起きたいとまあ理想では思ってるんで11時6時にしてるんですが、守ったことがあまりありません。そしてさすがに、午前5時半、誰も何もなんだ、頭がやっぱり働かなくなってきてやばいな。車がね、全然車通りが少ない。よし、いや、すご
ごいですね、一気に明るくなってくる感じしますね。はい、いやー気持ちいいな。そして気温もちょうどいいし、風もないし、これもう最高の天気ですね。もう会津にいる最後の日を楽しめようっていう言ってくれてるような天気です。ここがあれですね、あの戦国バイパスからいい森に登っていく道路です。細いんですが、もう一本向こうにね太い道路あるんで、狩りはそっち行ってもいいかなと思うんですけど、まあ、ここの道もね結構風情あってお気に入りで、結構散歩コースになってるんで思い出ですね。住宅しかないんですが、結構なんか閑静な感じがいいですよね。閑静な住宅街みたいな、落ち着きます。そして結構映えますねこの絵。最近ねこの13 Pro 買った時はかなり絶賛してた超広角レンズがね、結構ノイズが乗ったり画質がいまいちだったりしてね、結構もう最近メインの広角レンズばっか使ってますが、久しぶりに使ってみよう。それなりに明るさがあるとね、暗所に弱いってだけで、それなりに明るさがあると超広角めっちゃ綺麗に撮れるんですよね。このぐらいの明るさでいけるかな、さすがにノイズ乗ってるかな。今 iPhone でプレビューした感じは意外に綺麗に撮れてましたが、パソコンとかテレビで見られてる方はやっぱりちょっとノイズ感が結構あるように見えるかもしれませんが、すっごい俺が吠えられてるのか。まあこのぐらいの明るさあるとスマホでプレビューした感じはね結構綺麗に映ってるんで、まあこのぐらいの明るさ基準かな。これ以上、まあ日没直後直前、なんだっけ、日没直後ぐらいから頭がマジで働かんわ、やばいね本当ですよ、ダメですよ。日の出直前ぐらいから日の入り直後ぐらいまでがいいのかな。まあ難しいですよね、この3つもカメラあんだから、その使い分けってかなり難しいです。でも結構超広角ってね、静止画は優秀だったりするんですよ。まあ暗所でも、まあこの iPhone 13 Pro いつから乗ったのかわかんないけど、ナイトモードってのがあるじゃないですか、それが入るから暗所でも意外にちょっと綺麗に撮れるんですよね、静止画の場合は。だから静止画であれば超広角使うのおすすめ。まあよく見ると広角に劣るかもしれませんが、でも普通に使えるレベルでも、動画だとやっぱちょっとザラザラしちゃうかなっていう感じありますけどね。なんかね、季節によって変わるかもしれませんが、朝日が飯盛山の裏から上がってくるところをね、ここ歩いてる時に見たのがめっちゃ綺麗だった記憶がありますね。まあ直撃だからめっちゃ暑いんですが、はあ、でまだ日の出が一応ね天気予報では49分って今日書いてあったんですけど、今43分。でも山の近くにいるからもっと遅いかもしれませんが、日中予報では49分になってます。あと6分かな。なんかああいうなんかコンビニとかスーパーの品出しとかの音を聞くと、あすごいなんか早朝感がありますよね。なんか早く感じるな今日。一応このワークアウト測ってるけど、何分ぐらいだろう今。肝心な時にすぐ表示されてくんない。いつもワークアウトの画面ばっか表示されててあれなのに。19分かかってます。全然早く感じる。体感10分ぐらい感じますね。
や朝あんなっていうかこんな早く起きて仕事すあの品出しとかねするの結構大変そうですよね。自分多分こういうバイトやっても2週間ぐらいで辛くてやめそうです。いやすごいと思いますよ本当に。早朝とか深夜に働いてる人はすごい。ここ除雪車置き場になってるのかな。おおかっこよ。あそろそろ気づいたら雪もないですね。もう若干あの縁石のとことかに残ってるぐらいでもうほぼ雪ないですね。こっちの人たちもちょっと生活が楽になるのではないでしょうか。さて今日はせっかくだから飯盛山登ってみるかな。さあさすがに階段のところの雪は消えたか。でも意外にあそこ影になってたりいやあのするんで意外に残ってるかもしれない。雪解けたって言っても 2,3 日前までは普通に雪あったんでね。さあどうでしょう。どうだ。こっからこの飯盛山のね上の通路から見る景色が好きなんですよね。どうだ。お、端っこならいけるな。端っこならいけます。いける。あのね真冬はね全部ここが雪の坂だったんですよね。さすがに危なくて通りませんでしたけど、ここ本当に息切れがすごくなっちゃうんですよね。この看板出てますけどね、まあ言っていいでしょう。多分凍ってはないから全部多分端っこから端っこまで真冬はこれだったんですよ。これは登れないですよね。ここ登ると息切れして喋れないレベルの息切れに襲われるんだけど、完全に運動不足ですよね。それはもう最近もね全然運動できてないです。あのこの前なんか4日連続で走れたとか言いましたが、あのそれもなんか結構ペースというかリズムが乱れまくってできなくなったりとか、あとねあの中でやる運動もあの部屋なんでなかなかできなくなっちゃったりして、最近は全く運動してない。自転車こぐぐらいもう疲れた。ほらもう疲れた。こんだけで疲れた。さすがにダメだなこれは。運動しないと。うわこのたった30段ぐらい、これ40段ぐらい。あでも綺麗だわ。綺麗ね。さあ残りの階段頑張っていきましょう。気合で登るぞ。気合だ。よし。呼吸を整えればいいんだ。登ってる時に。そして喋んなきゃいいんだな。よし。よし、第2ラウンドクリア。あ、少しは軽減されたかも。疲れた。そう。
ここの通路のあそこら辺からの景色が超綺麗で好きなんですよね。一回上登って降りるときに景色見ましょう。あそこ意外に雪あったんだな、今行ったとこ。疲れた。あの家とか見晴らしすごいんだろうな。エスカレーターはここまでと。もうここはね、エスカレーターに乗った人も歩く道なんで、ここで疲れるとは言えない。よっしゃ。オッケー、来たけどぐちゃぐちゃ相変わらず。この先はやめときますか。あんま景色変わんないし、何度も行ってるんで、ちょっとドロドロだし、下ろう。下りもね、意外に足に負担かかるんできついんですよね。なんでこれ昔の階段って、昔の人とか体ちっちゃいのに、なんでこの現代人にもでかいような階段を作ったんだろう。でも体力はね、やっぱり降りるとき使わないですよ。あ、足ついそうになった、危ねえ。ほら、綺麗。綺麗です。日の出前の会津若松。いや、しかし、気候も、景色も良かったんで、なんか、スイスイ歩いてきちゃいましたけど、意外と疲れます。あ、まあ、寝てないのが多い、大幅な、本当に頭働かないな。多いな。大部分の。寝てないことが、まあ原因。その割合が多い原因。ああ、もうダメだ。今日ダメかもしれん。お、なんか鐘が鳴り出した。そう、なんかここなんか、鐘が鳴るんですよね、なんか朝。なんか仏教のなんかかわかんないですけど、一定周期でゴーンと鳴るんですよね。いや、しかし本当ここは疲れるな。まあ、本当はこの年齢で、こんな階段で疲れてたらもうやばいんですけどね。あ、ほらほらほら。十羽の鐘みたいな。よし、下るか。あのね、会津に住んでない方は本当にここいい観光スポットなんで本当おすすめですよ。地元にいてもね、結構好きな場所で来るんで、本当ここおすすめな観光地ですね。笹江堂とかもそこにあるし、有名な建物も見れて、めっちゃ景色も、うわ風吹いてきた、景色も綺麗で、しかも運動になると。あ、でもここの階段必ず登んないといけないわけじゃなくて、笹江堂の方から通るガイルートもあるし、有料でお金払えばこのエスカレーターというか動く歩道みたいな、ベルトコンベヤみたいなので上がってこれるんで、いいですね。で、あそこ今登ってきたところ、もっと奥行くと白虎隊自陣の地があります。で、昼間だと今入ってきた、ちょっとねシャッターだったあそこのお店が営業してて、団子とかね売ってるんですよね。あれ、朝だからシャッター閉まってるだけで、シャッター街ではないですよ。ちゃんとお店多分全部やると思います。おすすめですよ。結構ね、自分の動画で朝しかね来てなくて映してないから人少ないとこに見えるかもしれませんけど、結構いるんですよね、昼来ると。昼っていうか夕方とかでもいるかな。結構このベルトコンベアもこう乗ってたりして、結構観光客ね、外人の方もいらっしゃったりしてね、結構観光地としてはいい場所ですね。ちょっと風吹いてきたな。そこでね、もう今ずーっと通ってきたあれですね、イモリに上がる道路、そしてあそこにリオンドルとかがあると。
で、駅はそこら辺からここら辺です。で、あっち側、あそこに鶴ヶ城がある。天守が見えますね、天守が。あそこ鶴ヶ城です。で、まあ見えませんが、ここら辺に道路大きいの通ってます。戦国バイパスが通ってて、いろいろ面白いのがあります。いや、今日で本当にね、最後の日なんですね。さあ、あの無印とプロの唯一と言ってもいいほどの違いである望遠ズームレンズで撮影しております。正直あんま使ってないですね。まあ景色とかこうやって撮るときはいいんですけれども、室内とかで、あんま室内とか、まあ、街中歩いててもなかなか使わないですよね。こういう景色見るときぐらいじゃないですか、望遠レンズって。あと何に使うんだろう、インコ撮ったりするときに、たまに遠くに行くとき使うけど。おお。そして9倍ズーム、最大9倍ズーム。さて、あそこが自分ち。ああ、やっぱり足が痛くなってきた。てかね、さっきからでも最後の日、最後の日って言ってますけど、まあ会津に住んでるのがまあ最後の日ではあるんですが、まあ、とはいえね、多分月1ぐらいでも帰ってくると思うんですよね。月1のペースぐらいで帰ってくると思いますんで、まあ、そんなにもうこの地には当分戻れないかもみたいな、そういうのではないですよ、うん、あっちに引っ越すけど、まあ頻繁に帰ってくるんじゃないかなみたいな、そのぐらいの感覚なんで、あまりね寂しがる必要ないんですけどね。おお、重要な金が、重要な金じゃないよな、この金が。いい雰囲気出してます、神社感が。神社、お寺お、だんだん人が登ってきてますね。結構朝ここ運動してる人いるんですよね。結構自分にとってはハードな運動になりますが、そう。そしてここ下るとサザエドがあると。いいような感じ。すごい、なんかいっぱいいろいろ書いてあったりするんですけどね、細かっ。ここになんか今埋もれてますが、本当は座れるスペースがあるんですよね。よいしょ。一回ね、学校、小学校かな、うん、だからもうめっちゃ10年以上昔ですけど、登った記憶がある、サザエド。ここから階段上がってくることもできるし、こっちに向かいの坂もある。よいしょ。ニーナ・ハイゼ、これ初めて見たな。1985、エーリヒの妻ニーナ・ハイゼ、石垣10平方米。これ石垣がこう、この石垣をこのニーナ・ハイゼっていう人からもらったってこと？ちょっとよくわかんないけど、どこの国でしょう。うわ、すごい、ここも風情あるな。うわ、すげえ、この滴ってる感じめっちゃ綺麗じゃないですか。すごっ、ここまじまじ見たの初めてかも。天高し、ピザの、ピサの斜塔とサザエ堂、一緒の部類になってるんですか、ピサの斜塔とサザエ堂って。すっごい高い木が、すごい、この囲まれてる感というか、すごいです。
うわ、やばい、ぐちゃぐちゃなゾーンに来てしまった。あ、でもそこまででもないか。よいしょ、サザエと、うわ、ここぐちゃぐちゃそう。あ、そっちね、そこの滝綺麗だから行きたいけど、ぐちゃぐちゃなんでやめときます。絶対綺麗そうですよね、ここの水とかね。いや、ほんといいとこです。高級車が多いな、やっぱり。ここら辺の人金持ちなのか。そう、十分明るくなりましたね。余分な日の出の時間は得意すぎてますが、やっぱ結構明るいな。そして結構ちょっと風が出てきたからひんやりしますね。さて、じゃあここのチャイルコミニで一夜漬けで荷造りした自分へのご褒美を買ってあげましょう。さて、ご褒美、こいつです。もうね、あの、僕になんかくれるとき、困ったときもこれ買ってくれればもう 100% ね、お喜びするんで。ああ、生き返る。うますぎる。向こうの山もあれすごい綺麗ですね。いやー、だんだん日が見えてくるかな。いやー、やっぱり気持ちいいわ。さあ、今日もそこ脇に抜けてく道行きましょうか。あの、その KFC のところに出るところの道降りていきます。いや、かなり歩いたな。今どんぐらいだろう、アプローチで測ってる。71分で距離が3キロ歩いてます。これ戻ると多分5キロぐらいなんですよね。もう71分、結構散歩してます。帰ると結構1時間半ぐらいになるかもな。はあ、久々の散歩気持ちいいです。マジで運動不足だったんで、できてよかった。ここのリンドンデパイはめっちゃなんか美味しくて評判らしくて、一回も食ったことないけど、今めっちゃいい匂いがしてる。食べてみたいけどな。なんかすごい、なんかみんな美味しいって言ってるんですけど、一回も食べたことない。ここです、ここです。ここを下に降りていきましょう。なんでここだけちっちゃい歩道あるんだろう。降りてきた。いや、うまかった。やっぱこのね、あの、カフェインの入ってる感がね、すごいやっぱ好きなんですよね、自分。味的にはドデカミンとかデカビタとかそこら辺が結構味似てたりするんですが、やっぱああいうのね、やっぱジュースだなって思ったりすることあって、やっぱレッドブルうまいっす。本当にカフェイン感がめちゃくちゃいい。前モンスター派だったんですよね。前モンスター派だったんだけど、最近レッドブル派になりました。もうすごい、世で2番目に好きな飲み物になりそうです。一番はコーヒーです。やっぱこれ壊れた説強いな。やばいかもしれません。お、朝日出てきましたね。おすこ自動で一部止めないと全体に影響が出て、もっと大きな被害が出るので、まあ一時的に小規模に。これ新幹線がこうなるってもうこれ異常ですよね。もうなんか橋脚がこれ下崩れて傾いてるらしいですけれども、新幹線がダメだったら高速はもっとぐちゃぐちゃだろうな。今家族から聞いたんですけど、ちょうどこれも国見ですけど、国見あたりがすごい損傷、高速道路してて、回復の目処も立ってないみたいな。いやー、明日まともに行けますかね。いや、心配です。はい、本日の朝食でございます。ツナロール。山崎のツナロールと、麦スナック。
もう何気にこれ大好物なんですよね。よかったよかった。 Vlog もなんとかこれ編集終われましたね。なんかすごいね、よりによってこの福島に行った時の Vlog で今回、あ、今日あげんのすごい長いから、ちゃんとできるか、すごい夜中に編集したから、これ間に合うかなと思ったんですけど、よかった。書き出し4時間ぐらいかかってますけど。いや、なんとかよかった。Vlog はね、あげれそうです。よし、今からね、友達に最後にご飯に誘われたので、ちょっと出てこようかと思います。はい、多分、二郎になると思いますね。はい。じゃあ、ちょっと行ってこうと思います。会津に住んでるうちで最後の友達の外食。よし。よかったよかった、動いてた。朝何だったんだろう。500円になりました。よし。塩混ぜ麺っていうのをしてみました。そして、珍しくチャーハン。すごい言い出しが出ててうまいです。味濃いからね、こんくらいでいいんだよ。マジこんくらいでいいんだよ。それと酢、大楽園の素と酢を混ぜてチャーハンにかけるとすごいうまいらしいです。こんくらいの量、あと少量でいいんだ。酢も少量でいいかもしれない。すごいうまい、おすすめですね。めっちゃ適当に作ってるから。へえ。でもまあ好き嫌い分かれると思うけどね。いや普通にこれうまいと思うよ。やっぱり。これはめっちゃ好きだよ。すごいねこれ。うん、再び自転車取ってちょっと友人とパソコンの作業があるんで、ちょっと米田にでも行きます。ここを広げられるところがもうなかなかないということで。米でよく使うんですよね、ここら辺でやるときスタバとかあれば完璧なんですけど、結構マックにしました。米田じゃなくて、ここの上久々だな。ワッフルコン、今日はチョコがかかったやつにしました。そしていろいろ景色です。いや、分かった分かった。一度友達と別れて、今日また夜ね、ジローを食べに行く約束があるんですが、ちょっと今からね、今カインズに家族がちょっと買い物に行ってるということで、ガスコンロ、新居に置くガスコンロを買いに行ってるらしいので、ちょっと自分も見て決めたいかな。今からちょっと自転車でカインズに向かおうかと思います。ね、それが終わったらまた友達と合流しようかと。ガスコンロとかね、自分で見て決めたいんで、向かいます。足ついた。ちょっといろいろ風強かったり自転車の調子悪かったりして25分ぐらいかかった。よし、とりあえずカインズ。家族はすごい一等地に車を止めてますが、行きましょう。おうおうおう、どれがいつなんだっけ。30、あ、これ真ん中のやつ、なのかな。お母さんなんか違うのついてる。いいんじゃない。これ56センチだから、60センチあるから大丈夫だと思うんだけど。いいね、リンナ。リンナ。違う、パロマか。あ、そっちがリンナ。ただ下にね、パロマがないんだよな。あ、そうなんだ。在庫。これがちょっと不安だね。聞いてみるしかない。そうなんだ。こういうの掃除とかもしやすそうで。リンナしかない。そのパロマの在庫がないんだよ、下に。聞いてみたらあるのかもしれないけど、わかんないよね。うち都市ガスでしょ。うち都市ガス。
なんかこう出てるのがないっていう、裏にはあるのかもしれないが、だから聞かないといけない。あるかな在庫ね。ちょっとパロマがね在庫なかったんで、やっぱりリンナイにしました。プロパン、これもなんか自動調節機能ついてたみたいな、うん、それちょっと読んで。はい、色はその色ですね。でホースがついてないみたいなのでホースも買いました。50センチのやつ。さてじゃあジローに向かいます。あと20分しかない、約束の時間までないけど頑張っていけば間に合うか。意外に今日外風があったりして寒いですよね。もうすぐ今28分、15分に出たから13分に着いた。本気出せばいけるな。やった、なんとか間に合った。ちょっと待って、なんか書いてある。あれ夜、うわマジか、うわマジか、夜の部休みだそうです。マジか、これちょっと待って、友達知ってんのかな、連絡しないと。待って、16日水曜日って昨日だよね。あれ今日はでも5時に白髪ですよね。何なんだろう。今この公式ツイッター確認したら今日の休むっていうツイートがありましたね。何なんだろうな、都合によりって書いてありましたけど、地震が原因じゃないといいな。残念ながら踏切の渋滞すごいけど、ジローやってないってことなんで、この前行けなかった2回目に行こうと思います。今ちょっとネットで確認してみたらやってるってことだったんで、友達と2回目に行こうということで、ちょっと待ち合わせてこの前行けなかった2回目に行こうかと思います。まあ今日ね昼あんだけ食ったわけなんで、ジロー重すぎような感じもしてたんで、まあ2回目もそこそこ量あるけど、まあということで今から2回目に友達と集合して向かおうかと思います。そこで待ち合わせます。いつも待ち合わせてるゴリラビルって呼んでるんですけど、ここのセブンでいつも待ち合わせてます。そこにゴリラがぶら下がってるからゴリラビルっていうだけで、というかあの待ち合わせが6時半になったんで、今5時50分ですが、一旦ちょっと家戻ろうと思います。さてちょっとこのホロニガカフェオレのねちょっと一服です。よし、じゃあゴー。よいしょ、今6時半、ピント合わないけど若干明るいんだな、やっぱり日伸びてる確実に。しゃ、よいしょ、再びゴリラビル来ました。よし、楽しみだな。さあ来ました、どれにしよう。これあったかい、卵。めっちゃトッピングするやん。すごっ。すげえ色なんだ。普通のつけ麺、厚盛りだっけ？です。煮卵と海苔。もうこれがね、アイズで食う最後の飯になるかもしれないんで、最後だな、最後です。じゃあいただきます。すごいな、入って10分ぐらいでスープ切れってなってジャストタイミングだった。ということで最後、まあ友達とねご飯食べに行けて、まあ楽しかったです。まあ多分ね、おそらく頻繁に帰ってくると思うんで、またその時は会って、まあいろいろね、あの外食したり散歩したりしたいなと思います。はい、ちょっと食いすぎて胃腸の調子が悪くなっちゃいましたが、今からこの部屋、車への積み込み、もう8時近いんですが、
それをやろうと思います。はい。まあ、昨日の、まあ、夜にこれ、荷造りをね、もうこれ、服とか、よいしょ。服とかは全部これ、服とか小物類は、荷造りしちゃいました。で、ここら辺ごちゃごちゃしてるのは、まあ、だいたい布団類とか、まあ、ここに置いてくものとかがちょっと散乱してるような状況でございます。で、今から多分このね、デスクの周りを、デスク周りも片付けてね、収納して、車に積み込むんで、今からね、とりあえずね、家族もご飯を食べるということなんで、その間にこのデスク環境を片付けていきたいと思います。ちょっとね、注意しないといけないのが、こいつ今書き出しやってるんですよね。なんで、ちょっとこの書き出しを妨げないように、このデスク環境をすべて片付けたいと思います。まあ配線とか全部外してね、箱にまとめてっていう感じでやっていこうかと思います。モニターとか以外のものは一応ねデスクの上片付けまして段ボールに入れました。そしたらちょっとこいつらをね車に積み込んでいこうと思います。よいしょ。さてチャリも乗っけていきたいと思います。いや前回より多分荷物の量多そうです。お、すごいいい感じ。座席の、後部座席と、の間に収まりました。お、全然余裕。ちょっと待って。なんかぶつかったよね、まあ、いい感じ。なんか今回の方が、引っ越し感が出てる。この前家具ばっかでちょっとわけわかんなかったけど。ダメです。え？米。米？ああ。お、すごい。すごい。だんだん物が減ってきました。もう。さて、じゃあ、この天板も持っていこうと思います。モニター1枚だけ？ 1 枚です。あとばあちゃんのテレビ？うん。了解。ちょっとね、この椅子をね、ちょっと持って、行きたいんですが、分解しないと、今回のとこだと狭くて入らなそうなんで、ちょっとね、分解できるか見てみます。これ自分で組み立てたわけじゃなくて、完成品というか、展示品を買ってきたんですよ。お店に展示されてたやつが安くなってたんで、買ってきたっていう感じなんで、もともと組み立てたんですよね。だから、ちょっとどこまで分解できるか見てみよう。あ、この下の六角を外せば、このキャスターは分離しそうですね。おお、オッケー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 。無事分離できた。あとは、この、肘掛けのところを分解しようと思います。で、この背もたれに関しては、リクライニングを最大にすれば、この椅子ね、平らになるんですよ。よし、肘掛けも取れて、椅子もこれ完全な直線になりました。さあ、これで入ると思います。うわ、すごい。一気になんもなくなった。さてじゃあこの天板も持っていこうと思います。とりあえず上からついたんでちょっとここのタラとの接合部をこいつで外していきたいと思います。いやすっごうわ立て火花出た。あすごこれ IKEA から来たやつ。うん IKEA に帰るのじゃん。よし、この中心についてるモニターも
持っていかないことにします。ちょっと結構ガタが来てたり、結構ぐらついたりしてて、結構しっかり固定したりできなかったんで、両サイドにあるスピーカーのやつで、まあ、できるように計算してるんで、まあ、ちょっとそのモニターでモニターをかけることにして、とりあえずこの天板持っていきます。そうすると傷つかないで済むと思うんですよ。うん。ただ、今はあれだけど、もうちょっと下げますね。うん。すげえ。これで支えられてると思っております。こうやってねこんな感じでここのあの持つところにネットをくっつけて、こんな感じでテーブルを、すごっ入りました。こいつらも持ってこと思います。いやすごい。さてとんでもなく汚いですが、一応明日持っていきたいものはほとんど、まあ車に積み込みました。はい、こんな感じ。ここら辺とか本当にねとんでもなく汚かったりするんですけどね。でベッドなんですけど、ちょっとねマットレス、あの車に入んなかったんですよ。車に入んなかったので、ちょっとね、実は、まあ、あと、10日ぐらい経ったら、ワクチンの接種をこっちで受けることになってて、一回帰ってくるんですよ。その時に、家族がね、迎えに来てくれて、その時にマットレス持ってきてくれるらしいです。はい。今日ってか、もうね、本当に車の中、今回は満杯になってしまいましたんで、マットレスは、今度です。まあ、ソファーがあるんで、寝る場所はあると思いますが、そうですね。ここら辺のもの、あ、そこのコーヒー系のやつは使うから収納しないと。このラックは置いていきます。で、ここ、仮に、ここで作業するスペースを作ったりしてますけど。一応仮作業環境。今日の夜だけ。こっから電源取ってっていう感じ。編集しなきゃいけないものがね、結構あったんで。はい。あと早速こいつ、役に立ってますよ。とりあえずここら辺はパッキングしないと。ふぅ。すごいありさま。この USB-C3 ポート同時充電器アダプター。一つのポートで USB-C が3つさせて、同時に 18W の急速充電が使えるというようなもの。モバイルバッテリー、iPhone、Apple Watch。充電できてると。いや、これかなりいいっすね。買ってよかった。めっちゃ便利。